走行中さ、こうやってさ、みんなかけるじゃん。かけるかける。こうやってさ、わーっちゃって、こうやって、やめろやめろ。この後、別の撮影があるんですよ。ということで自己紹介の方からお願いします。はい、自転車大好き声優の岡田正隆です。はい、関西出身の稲井ゆかりです。はい、今を生きるとこ今田今尾です。下で行った下で行った岡田くん、暑い今日。暑いですね、もう夏が近づいてます。夏ですよ夏。さあ、そんな夏が近づいてる今なんですけれども、今日はですね、保冷ボトルの実力チェックをしようと思います。ダン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 。はい、岡田くん。はい、どうぞ。そんなに変わりますか？いやー、これはぜひ試してみましょう。ね、いろいろ種類があるのでね。私これしか持ってないです。あ、これが通常タイプ。そうですね、簡単に説明しますと、はい、そもそも保冷ボトルなんでいるのって話ですよね、うん、やっぱり冷たい状態でドリンク飲みたいですしね。飲みたい、まあ、当然そこに目的があるんですけども、はい、ぬるくなってるとなんか体の吸収率悪くなっちゃったりとか、そういうこともね、あるみたいで。 あるんだ。でもカップラーメン食べたいときはやっぱここから熱湯出た方がいいと思うんだよ。それは別に持ち運ぼうぜ。あ、そうか、間違って飲んだら火傷しちゃうけど、うん、飲む用と一緒にしといちゃ危ねえだろ。っていうことで、じゃあ簡単に説明お願いします。はい、まずこちらですね、これがいわゆる普通のボトルですね、うん、特に中がこう何層構造になってるとかじゃなくて、うんうん、単純にいつも皆さんがご利用いただいてる通常のボトル。軽いやつですよね。そうですね、はい、はい、そしてこれ真ん中が商品名でいうとキャメルバッグ、ポディウムアイスってものになります。有名ですね、ここのブランドも。そうですね、はい、これは保冷力がすごいよっていうお墨付きのやつになってまして、中が2層構造になっておりますよと。あ、重さも同じくらい、まあ、見た目はね普通のボトルに近いけど、なんか多分中の構造が違うんでしょうね。そうですね。そしてこれよ、これ水筒と見せかけて、実はこれ蓋開けてみてください。え、ポコン、飲み口がついてる。これあの、灯籠。そうです、あの保冷ボトルなんですけど、サーモスから出てるもので、自転車にくっつくやつ。これ片手でパッていけるんですか？そうですよ、パッてやってこれ水筒だとね、こっち蓋にしないといけないけど、まあ、これだったら飲めちゃうと。そういうことですね。これは自転車用のサーモスのやつになります。はい、というわけでこの3つをですね、温度計今日こちらご用意してまいりましたので、これで実際測って30分ほど放置しまして、はい、実際また測ってどんだけ温度変わってるのっていうのをちょっとね。あ、夏場はすぐあったかくなるから、じゃあちょっと早速測っちゃいます。そうしましょうか。これそんな変わると思う、ゆかりさん。言うてですよ。確かにこことここはそんなに変わらないんじゃないですか、ね、これはだってでもなんかアルミ、うん、こっちからいきますか。 B、 はい、まず普通のやつ、現状これが 22.6 度。はい、まあまあまあ、まあ、22.6 度ね。はい、そしてまあ同じはず。そんなまあ差はまだ出ない。 22.5 になった。3どんどん下がってる。すでにあの、もうだから保冷力あるから、すでにもう差がついてきてるんだね。22.2 かな。はい、はい、そして最初26度。ビャーン、はい、お、サーモス、まあこれ別に、おお、お、やばい、21.… え、 S 超下がってる。 21.6、 1度、あ、5になった、5になった。すでにもうね、あの表に出してちょっと時間経っちゃってるから、すで、はい、に差がつき始めてますね。止まりました。はい、止まりました、 21.5。 はい、はい、保冷ボトルって私あんまり分かってないんですけど、この現状維持じゃなくて下がるんですか？いや、下がりません。下がらない。もともとの保冷力があるから、多分スタートの時点でも最初から温度差が出た、こっちが上がってったの。そういうことなんですね。はい、なるほど、納得。はい、ということで今ですね、それぞれ温度下がって、ゆかりさんにメモ取ってもらいましたので、タイマーで30分測っていきたいと思います。はい、どこまで差が出るかみたいですね。そうですね、はい、ちなみに今日の気温なんですけれども、はい、なんとですね、最高気温32度。夏、暑いですね。暑い、暑いね。今日ライド行く人は気をつけようね。はい、ということでこの酷暑の中、はい、これを30分放置したいと思います。いくぜ、レッツゴー。というわけで30分経ちました。いや、暑いよ。すでにだってさ、ここ暑くて触れないもん。マジマジで結構な今日気温だよ。今日やばいっすね。はい、もう割とマジで暑い、本当に。
じゃあ、はい、でん測っていきましょうか。あ、お買い物さすが。よし、じゃあちょっと確認しましょう。 22.6、 22.2、 21.5、 21.5、 OK、 はい、さあ、それではですね、おお、温度計は33度になってますね、今。あ、暑い暑い。じゃあちょっとやっていきたいと思います。でー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 、どうどう。あ、ぐんぐん下がってますね。まあそりゃそうだよな。手に持った感じは、あのボトルはちょっとひんやりしてるかなって思うんですよ。でもさっきのね、 22.6 度よりどうなってるかですね。そうですね、下がりがね、全然緩やか。え、29.5？ ちょっと待って、上がってる、だいぶ上がってる、だいぶ上がって、え、これす 3、待って、まあ、どんどん下がって、今上がった 29.4。 じゃあもう30分でもう6度近く上がってる、もっとか。すごい、約30度ですよ。じゃあこっち、こちらキャメルバックの保冷タイプ。そうですね。うわ、ぐんぐん下がってる。え、マジ、え、すげえ下がってる。20、今 26.5。 おー、こっちはやっぱ保冷力がじゃああるんだ、はい、あるんだな。 26.5、 まだ下がる、まだ下がる、まだ下がるって。 22.2 から下がってると。そうそうそう、20、パッと見ね、なんかそんな大きな差がないように、隣のボトルとしてはそんなね、うん、26.1。 あ、止まった。まあそれでもやっぱり 22.2 からちょっと上がってるね。4度ぐらい、 4度ぐらいね。じゃあ最後、話題のサーモス。あっつまして、あっつ、手が熱いんだよね。え、すげえすげえすげえ、ちょっと入れたらもう、え、何度、え、に、え、今 22.3。 だって最初 21.5 でしょ。で、30分放置で、え、まだ、あ、待て、今22度。あ、あんまり変わってないんじゃないですか。 21.8。 え、嘘で、ストップかな、ストップかな。 21.8? 21.8。 待って待って、すごい、 21.5 から 21.8 ほぼ変わってない。すげえ、この炎天下の中。結果発表、はい、まあ大々的にやったけど温度測っただけなんですけどね、はい、はい、さあ、じゃあゆかりさん、はい、こちら僕じゃあお借りして、はい、まずですね、ノーマルのボトル、うん、はい、こちら、もともと 22.6 度から30分放置して 29.4 度、そして真ん中、はい、保冷ボトルですね、 22.2 度から26.1 度、はい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 、やや上がりですね、うんうん、うんうん、まあ、この気温を考えるとやっぱすごいね、持ってくれてますね、うん、そしてでん、サーモスの保冷ボトル 21.5 度から 21.8 度、ほぼ変わってない。すごい、すごいんじゃないですか。すごくない、これはすごいや、この差だよ、はい、この差がすごいですね、ね、のなんか放置しても変わらないとか。でローディってさ、あと飲む用とかける用があるわけですよ、はいはい、でちょっと手出してほしくて、やっぱ違いをさ、いくよ、これノーマルね、あ、ノーマルね、これどう、あ、まあ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 、いくよ、水浴びてる、今ノーマルかけました。じゃあ次、キャメルバック、はい、いくよ、あ、冷たい冷たい冷たい、体感も全然違う、違う違う、え、マジってなった、ちょっと今サーモス、はい、サーモス、ほぼ変わってないですよ。あ、冷てー、あ、冷たい冷たい冷たい、どう、気持ちいいわ、こんだけ違うんだ、はい、うん、え、ちょ、これ後で今田さんもやってみない、だって走行中さ、こうやってさ、みんなかけるじゃん、かけるかける、こうやってさ、あー、ちょっと待って、やめろやめろやめろ、こうやってかけるから、やめろ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 、やっぱ無邪気にかけたくなっちゃうからさ、おらうわー、ちょっと、この後別の撮影があるんですよ、ほら、やっぱ違うよ、あーすごい、全然違いますよね、あーすごいね、これわかる、びちゃびちゃだぜ俺もいやでも書きたくなっちゃう季節だから、はい、じゃあこれあれ本気でゆかり、ゆかりだって白い服なんですよおこだよ、はい、ということで、いや、冷たかった、うん、いや、すごいわ、すごい、まあ、これもね、言うてやっぱ差があるから分かりやすい、うん、ね、うん、これあの中に氷とか入れてるとまたもっと差が出る、確かにね、今日水道水だったのであれですけど、はい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 、さあ、というわけでですね、こちらの動画を見て保冷ボトルすごいなって思った方はグッドボタン、夏場の水分補給僕もちょっと注目してみようかなと思った方もグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに、あ、ちょっとやめろやめろ、冷たい、チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら、あ、ソーセージもいいっすね